いや、あのエースマは完璧だったな。試合終盤でありがちな小ジャンプにぶっ刺さるっていうね。その通りだぜ。で、おー、絶対自分でも分かってなかったでしょ。そやな。だって分かってたら開幕上投げなんてしねえよ。ウエスマは外れ。この上京ウエスマコンボ一気なるのかがいまいちわからん。やったぜ。キャラごととかにもよるからねー。とりあえずジョーカーには前投げ空前投げ空した上京ウエスマが決まるってのは覚えてるぜ。なんでそこピンポイントなんだよ。いい感じにストーン避けられたぜ。回避見てからガード張るな。え、だってカッター着地したら怖いじゃん。レベルが低すぎて笑う。じゃ危ねえ。下手に後ろ見せると超必殺が飛んでくるわよ。まあみんなリスクわかってるからお前みたいにパナさん。え、なに、私が全くリスクリターンわかってない人みたいな。コラスキを晒しまくる。いいや、私ならあそこは絶対ゲイザーパナスは。パナスのは変わらないんかい。やったぜ。一突きされるだけで落ちる。かわいそうなテリー君、復帰力がなさすぎる。一応足は反省強いのよ。と言ってもちょっと斜めから入ったら終わるからな。まあまあ、あと数速からパワーダンク来ると終わるわね。正直あまり近づきたくないところ。よし、そこ突破して。いい感じだぜ。飛び道具搭載したら相手が不利になるという。まあそれはおじさんの劣気客やらで何回も痛い目に遭ってるわ。飛び道具あるってだけで全然違うな。危ねえ。地味にメテオが危なかった。あう、もう何食らっても終わるなこれ。危な。テリーがやたらやりたがるやつだが、それは見えてんだよな。落ちろ。おう、いや、さあ、悲しいな。お前の持ちキャラこんな負け方ばっかじゃねえか。